おお、ナイスボール。カイトとメイチュンのキャッチボールです。はい、今回なんですけども、メイチュンさんでメイちゃんで50万再生を超えているローション変化球をね、ローション変化球を、はい、メイチュンさんでやるという。では、まあ、向こうさんで実際に配信されている動画の別アングルになります。はい、どうぞ。お、お、お、今曲がったぞ。曲がったか。曲がったよ。もしかしてローション必要ない。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。楽に。お、おっと。ちょっと待って。おや。ちょっといける。ちょっといける。ちょっといける。それだ。よし。うん。わあ。これだ。これが変化球。これでも曲がらなかったらもうこれ確定です。ローションだけは。おっと、ちょっと曲がった、ちょっと落ちちゃった。縦スラ落ちたよね、ちょっとね、縦気味だった。縦気味足りないよ、変化量が。おっと、おお、もういらないこれ。ちょっと曲がってるような気がするんですか。いや、向こうさん違うんですよ。ローションあればもっと曲がるんじゃないかってことですよ。そういうことです。そうなんですよ、この企画はこれをただ投げさせたいわけじゃないんです。これをつけたらもっと曲がるんじゃないかっていう検証企画なんです。頑張るよ。はい、というわけで、まあ企画とかはね関係なく、ちょっとモーションさんのね投げ方豪快でかっこいいですね。豪快だね。曲がんない。カモン。自分で切ると、自分で切る。いやちょっと曲がり甘いかなって。やっぱ甘いっすよね。メイチュンの曲がった変化球がこれをつけることによってどんだけ曲がるのかを見ていきたいと思います。よろしくお願いします。向こう君はですね、非常にですね、メイチュン君にですね、どうしよう変化球を投げさせたいみたいですね。この間さ、メイさんは公式野球だったよね。そうなんですよね。そうです。今回はディンプルがある、ね、ディンプル軟式ボールで、軟式ボール、ね、結構差が出るんじゃないかと思います。魔球出た、魔球。何今の、消えたよ。消えた、消えた魔球。ガチャッ、気合が足りない、まだ。もっと気持ちを乗せて。OK? OK? 任せ。あー、おー、おー、魔球、魔球だ、これが。カメラ壊す、カメラ壊す、カメラ壊し研究。これがローションの力。素晴らしいな。これあってよかった、ここじゃなくてね。ちょっとさ、俺今さ多分取れたんだけど、なんか無回転やったよね。いや、そうそうなん、そうなんですよ。無回転よ、マジで。ナックル、ナックル。そうなんですよ。これすごいわ。一回投げてほしいんだけど、じゃあちょっとプロ、プロ、プロお願いします。あ、プロじゃないですね。前回投げたことがあるだけでプロじゃないです。プロとかはないですよね。そうですね。あ、教えてください。まず握る、向こうさんの顔をめがけるだけです。あとね、頑張ってボールを落とさない。そう、落とさない。思いっきり投げたら全部いっちゃうから。あ、そうだ、思いっきり投げたらもうコントロール。あー、なるほど。いや、おい、うわー、いったいったいった。ナックルだった今。無回転でいて最後の最後でちょっとスッと落ちる。全然わかんないです。そう、魔球です。今のコツ聞いた、今のコツ聞いた。しっかり逃げる、しっかり逃げる。思いっきり逃げるともうその時点で飛んでいっちゃうから、コントロール重視。まずは落ちに行く。ちょっとカメラ意識してるの、そんなに。オッケー、頑張れ。じゃあ、頑張れ。うわー、来たー、ローション変化球が決まりましたね。やばい、今やばい、やばい、今のメックル、メックル、メックル、メックル。しかも、しかも、なんだっけ、無回転プラスローションのちょっと端くれがこう、とっくる。すごいね、すごいね、今のね。なんかめっちゃコントロールいいやん。ナックル姫になれるかも。ナックル姫。ラストいくよ。あざ、うわやばい、やばい、やばい、マスターした、ナックル姫や。メ
え、じゃあこれが変化球ですよ。はい、いいですか、ムコさん。何ですか。ローション使えるんだ、入れない変化球は違います。反則です。あの野球じゃ反則とされますが、反則です。なんだっけ、あの松屋にとか、うん、なんかこういう野球をしても面白いんじゃないかと思いますけど、ローション野球で一試合やってみたと。反則野球。そう全身塗るのに野球。それだったらあのなんか実力とかも関係なく、なんかあのうまく面白いさ、取れそうじゃない。確かに。そうですね、これやろうよ。普通の野球じゃ生まれないものが生まれますからね。で、あの1位で限定とか。はい、というわけでですね、今後もですね、向井さんとも一緒にいろいろ面白い時やっていきたいなと思います。H さん、ナイスピッチングでした。はい、というわけで今回はこれもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ではオフィシャルサイトのですね、リンク概要欄からぜひチェックお願いします。それではプレゼントコーナー行ってみよう。今週のプレゼントコーナー、はい、今週のプレゼントこちらになります。はい、この3曲ですね。こちらのボールカゴですね。ボールカゴです。こちらを1名様にプレゼントします。1名様です。応募方法はチャンネル登録をして動画の感想かこちらを書いてください。お願いします。お願いします。はい、そしてこちらのボールカゴ欲しいよっていう方はぜひコメントにボールカゴ欲しいよっていうコメントお願いします。お願いします。はい、そしてまだ応募期間中のプレゼントもありますので、そちらにコメントもお願いします。お願いします。この後は次回予告。ちょっと水分出ると思うんですけど、それがね、発熱してさらにあったかくなるっていう。おお、どんどんね、つけてればどんどんあったかくなるよ。なるっていうままですね。はい、ではこちらまず4種類ですね。